皆さん、こんにちは。今日はですね、ブチャに対して、支援をしてきましたので、その動画を、皆さんと一緒に見たいなというふうに思います。ブチャっていうのは、ほら、皆さんもご存知の、キーウ州の中で最も、ひどい、殺され方、いろんな人が殺され方をした場所で、我々もずっとそこの方の支援はしたいなというふうに思ってて、でこの前できたので、ちょっとそれを動画にまとめました。Это сначала Киев для сравнения, просто чтобы. これまずキーウの映像を少し最初に流してるんだけど、ブーチャの、その映像と比較できるようにしたいということで、少し入れてます。これポドルっていう古いエリアね。古いっていうのは要するに古い建物とかが残ってる旧市街地みたいな感じ。Тут уже разобраны некоторые блокпосты, то есть тут уже больше спокойно могут люди ходить. もともとは検問所みたいなのがいっぱい設置されてたんだけど、最近は少しそれが撤去されて、人が通れたりとか車が通れるようになってる感じ。ポジル。ここからキーウが作られていったところ。Тоже по пути к Буче. で、これはブーチャに向かう途中の映像なんだけど、このロシア軍の装甲車、燃えた装甲、装甲車じゃない、燃えた戦車がこういう形で残されてる。Все останавливаются, все фотографируются. みんなね、通る人たちはやっぱりこういうところに泊まって、記念撮影って言ったらおかしいけど、記念にね、写真を撮ったりとかしてるみたい。Там просто колонна, а их просто, ну, на обочине. すごく多かった、多い戦車が残ってるんだけど、それを車の道路の横に全部撤去させて、今残ってる状態。だから非常に何て言うのかな、面白い映像っていうか、なかなか体験できないような映像になってる。こんな大きな鉄の塊が動くんだから、すごいよね。То вперше, да? Она получает полностью. 彼女は戦争が始まってから3ヶ月間経ってるんだけど、初めて支援物資を受け取ったっていうふうに言ってる。気分はどうですか？なんとか持ってます。Тяжко тут было. Тяжко, но... Тяжко. То під окупацією так, також були, да? Ну, я вищав. 気分はどうですかって言ったら、辛いっていうか、っていうか、だからね、インタビューするでしょ？テレビでもそうだと思うんだけど、本当に辛い思いした人ってあんまり喋りたがらないのよ。喋る人っていうのはそこにいなかった人か、それとも本当にあんまり、辛いことを経験してない人がいっぱい喋るような感じ。本当にそこにいて、本当に苦労した人っていうのは、そのことをあんまり覚えたくないし、何回もこう言われること辛いし、で、彼も多分それで、で、彼に聞くと、ずっと、このブチャの侵攻があってから、彼はずっとこの地区を離れたことがないっていうふうに言ってるので、だからあんまり喋ろうとしない。Это как раз таки в Буче женщина говорила, знакомая, не знакомая, а через кого вышли, что нужно помочь именно на этой улице. Вот, там женщина говорила, что хоронили же 10 человек за 30 минут. Это ж не женщины хоронили, это ж хоронили вот эти мужчины, они ж не будут это вспоминать. Как им это тяжело будет, ну вообще, даже еще раз пропустить это через себя. 30分で10人の遺体を埋葬するっていうのが、ブーチャの、ロシア軍が侵攻した時の、
なんていうのかな、スタイルだったのね。だから、それをやってたのは女性じゃなくて男性がやってるのね。だから、なんていうのかな、やっぱり、こういう男性、ここにいる男性っていうのは、そういうことを思い出したくもないし、考えたくもないし、ほら、この前、おばあちゃんとのね、配信やった時も、おばあちゃんはあんまり戦争のことを喋ろうとしなかった。っていうのは、やっぱり、体の、頭の防御本能が働くっていうのもそうだし、できるだけそのことを考えたくない、辛い思いを何回も何回も頭の中でリピートするのはしたくないっていう気持ちがあるから、彼も同じような気持ちで、あんまり喋りたがらないっていうのはそういう影響。Что же накрало у вас? Нет, у нас ничего. Uh-huh. Тут трошки там вообще гитара помогает. Мы uh-huh. такие. Uh-huh. Ну, в загалом, кто дома был, то они не... Не чипало. Вот тут, тут не чипало. Тут не чипало. Да, мы что там взяты, той район, где uh-huh. магазин, где что дальше. Там творилось, конечно, трошки не мое. エリアエリア、ブチャの中でもエリアエリア違ってて、彼のいたエリアの中にロシア軍が家の中に入ってきて盗みを働くことはなかった。でも、その向かい側のエリアでは全部盗まれたりとか、殺されたりとかいっぱいしてて、だから本当に人によって状況がまちまちな感じです。あと戦争、略奪がいっぱい行われた地区と、どちらかというと人々がいっぱい殺された地区と、本当にまちまちなのね。例えばレイプされた地区と。だからそこの、部隊部隊の、思考であったりとか考え方であったりとかっていうのが、色濃くそれぞれのエリアで出たのかなというふうに感じます。Я стреляв не бачив, но бачив тільки зараз. Просто так от посеред вулиці. 彼自身は人々が殺されるタイミングには会ってないんだけど、いろんな人の話を聞くと、もう本当に立ってる人に対して銃撃をそのままその立ってる人に向けて銃で射殺、何もしてない、何も話さずにしていったっていうケースがブーちゃんの中では日常的に行われてた、侵攻があった時はね。Вы почитайте, там сзаду написано вот это. Да, там на русском языке. Ну, написано. Ира, почитай, заберешь. На. И тут все есть. Давай сфоткай. Давай сфоткай, я сфоткаю. Позор. Нет. И так же было видно. Коли букра, ну ты чего хиня? Я беру ты это. Я один зол. Ты же что, как лупа? ここも窓ガラスが全部飛んでるよね。ласка。あ、な、учительница だ。нет、это еще не учительница、это другая。ここはね、装甲車が中に入って、で、ちょうどガラスがないんだけど、爆破の影響で飛び出たりとかしてる。僕らっていうか、ステファンの大学の関連のあれで、ブチャの人を紹介してもらって、結構ね、このエリアに行くのって、大変なの。外から行くとものすごく警戒されるし、かといって何か正式な、そのボランティアのつてみたいなのがあるわけでもないから、友人知人経由でいつも行くんだけど、ここは大学のそのコネクションで、紹介してもらって、ここに住んでる学生の子たち経由で、つなげてもらって支援に行った感じ。ワンちゃん。Спасибо.
гуманітарна допомога наших японських колег. Ти який хороший. Як у вас справи взагалі? У них стати був? 気分はどうですかって言ったら、いや、ここはちょうどね、あのロシア軍の基地として使われてた場所なんだよっていうふうに言って。Вас не чіпали? Ні, мене не було, я на святошому був в обороні. あの、あなたは、あの、ロシア軍の人に悪いことされましたかって言ったら、いや、僕はあの、今、キーウの市内の方に、あの、出てたので、あの、そっちの方で、キーウに入ってくるロシア軍から、キーウを守ってた、あの、その、地域軍隊の方に、あの、加盟してたみたいな。あの、軍隊って2種類あって、あの、戦場で戦ってる軍隊と、その地区地区を、あの、自分の家の地区を守る、まあ、軍隊。まあ、軍隊っていうではないけど、治安部隊みたいな、あの、一時的な治安部隊みたいなのがあって、で、結構この治安部隊に対しては、その地域住民が、日本でもあれじゃん、火の用心みたいなね。あの、そういう感じで、地域地域の人が、銃とかを持って、そこを固めて戦うみたいなスタイルなんだけど、彼はソトシナって呼ばれるそのブチャに続く道のところを守ってたっていうことみたい。うん。それどう。ディズニーストーリーの中の街、そういう街中。このミカの家の方にロシア軍が住んでて、左側の家の方にロシア軍の兵器とかが集められて基地として使われてたみたいな。皆さんありがとうって女性から。この人はお母さんと自分のお母さんと一緒に生活してるみたいね。タマラ тоже была с первого. Да, Мари, вот и залишили твои почему не сами, брат. Да, Тамаре же дальше. А эти мы дали? Дали, дали. Что дали? Я знаю, где шутил, я с ним переживаю, что кому-то не дали, чтобы слышал отдых. 周りの人、この人はもらってる、この人はもらってないって確認して、みんなに、シェアできるように配慮してくれてる。自分だけもらうんじゃけじゃなくて、その周りの人に、もし届いてないとこがいたら、自分の分をシェアしたいっていう。それで、指差し確認を、このコーディネーターの女性と一緒にしてた。Якщо вам можна, я хлопцям там два слова якісь. Запитуйте. Забори були повалені, танки стріляли. Заблочені піднімали. А людей розстрілювали прямо на вулиці? Виганялися. Угу.塀は全部、装甲車とか戦車が通ってたから、倒れたし、あとそこら辺にいる人っていうのは、どん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 射殺されていったような、非常に大変な状況の中にあったっていうふうに言ってる。バスに引っ張る。うん。スタブタンキタンで、ハタブリスカビルドロイ。うん。あなたは大丈夫だったのって聞いたら、自分の家は通りからちょっと中に入ったところにあったから、そこは大丈夫だった。ただ、通りに面した家っていうのは、すべてその装甲車とか戦車の兵が取られたし、その中にいる人たちも、どん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 射殺されていったから、すごくラッキーだったっていうふうに言ってる。うん。まあ、タクト。От я, води в мене не було, я виходив, мені треба було переходити до дороги, через ворота там, до людей, по воду. До... Да. Один раз вискочив, так, десь вискочив, вони там двох постів, на судовій дорозі, я оттуда, знизу, ну, вечорів пости, по мені, ну, я встиг заховатися. По вас, да? これ弾の跡があるんだけど、あなたはどうだったのって言ったら、一度だけ、自分の隠れてる家の方から、少し出た時に、銃声がするなと思ったら、自分の方に弾が
飛んできて、でその飛んできた時にびっくりして隠れてやったみたいね。だからあのこの兵もそうなんだけど、中に人がいるっていうことはロシア軍の兵があのよく理解してるから、定期的にその兵に向かって銃を撃ったりとかして威嚇、はしてたし、そこでたまたまあの弾がその人にあのぶつかって死んだ人も結構多く出たみたいね。А вам за водою тобто туди, туди, кудись, да? Це двір. Через цей двір, це де ворота, ми тоді так вертався, там людей кормиться. あの水とかが止まってる状況だったから、水を取りに行く、汲みに行く必要があったんだけど、その汲みに行くときに外に出るケースがあって、出たときにロシア軍に狙われるっていうのが結構あの日常的にあったみたい。あきや、як ви їли? Було. Ну, як їли? Було. Діли. Я поставлю все. Да, добре. Зразу в погребі ховалися трохи, в хаті холодно. У мене такий сарайчик, у сарайчику сидів. А ну, ご飯はどうしてたのって言ったら、まあどうしてたっていうか、その時はあんまりみたいな。要するに、だから、あのみんなその時は緊張状態だったから、あのご飯もそんなにまあ喉を通らない感じだったし、正直ね、いろんなところに僕らのチームが行って感じてるのは、みんなやっぱりね、その時の記憶が曖昧だったりとかするし、あんまりそのことを今喋ろうとしないし、ほら、日本のテレビとか見てると、こう、パニックになって泣いてる人が出てたりするんだけど、そういう人たちってね、正直ね、あんまり現場にいない人、が多いと思う。本当に経験した人っていうのは、口数が少ないし、喋らないし、その時のことをあんまりこう思い出さないし、思い出してるんだと思うんだけど、あんまり話そうとしない。こんな感じ。彼が言ってるのは、物置みたいなところがあって、道具とかをしまってる、そういうところに、みんなで集まって、ロシア軍が撤退するまで、過ごしてたっていうふうに言ってる。І довго в такому ритмі життя. Поки не вийшло 29 числа, по крайній мірі. 31-го, 30-го вийшло. Получається березень місяць. Весь березень. Весь березень. Тому вон де ми були. Великі димерці були. Так, великі димерці, то село, яке спеціально затопило, щоб танки не пройшли. А, ну так то ще в початку війни. То ж наші пустили, щоб пойма розкисла, щоб танки ніде не могли переїхати. Це ж тут. Річка, це ж одна ось не пускала і Ірпінь, річка не пустила їх на Київ поки, вони постояли.一番最初に前回の動画でもあったけど、ディミドフっていう町の、ディミルカ。ディミルカ？Это другое уже？Ну, это, короче, и там все вместе. А, ね、ディミドフとディミルカっていう同じ地区があって、で、ディミドフの方はこの前動画でまとめたんだけど、そこの近くにダムがあって、そのダムを崩壊、地域住民の管理している人たちが崩壊して、水飛び出しにして、でしかも、イルペンっていうところ、ここも川続きなんだけど、そこもこうぐちゃぐちゃになったのね、水飛び出しになって、で、沼みたいになっちゃって、で、結局進行できなくて、進行できなかったから、このブチャの方に、行って、で、ブチャの方で、まあ、この残虐なことをやったりとかして、だから、結構選手、いろんな、ま、それぞれの、まあ、村っていうか町が、いろんなことをやって、こう、ロシア軍のキーウ侵攻を食い止めたっていう感じです。Та там теж, ти докупацію люди, то теж буде. Це ж жесть. Добре, дякую вам. Кто не хочет об этом говорить? Тяжело. いろんな人にね、どうですか、ですかって話は聞くんだけど、みんなね、本当に喋ろうとしない。で、みんなそこにいることは確かだし、その経験したこと確かなんだけど、多分ね、防御本能が働いてるっていうのもあるし、あとそのことを、まあ、喋りたいっていう気持ちもないし、喋っていいのかっていうのもわからないし、本当にね、まあ、そんな感じです。
僕自身もほら、阪神・淡路とか経験してるから分かるんだけど、やっぱり時間が経って話すことも出てくるけど、基本的にあんまりそこに触れようとしないし、あと本当に苦労した時の人生のことを何回も何回も話すっていうことは興味がないっていうか、こう人間の本能として喋ろうとしないから、彼らも同じように同じような気持ち、ニュアンスにいるのかなっていう気はする。この裏側のね、建物も全部全部じゃないけど窓ガラスが破壊されてるし、あとね、ブーチャって残酷な人殺しがされたエリアっていうことで有名になったのね。だから一番被害状況が多い、人が亡くなった数、残酷な殺され方をした数ではもちろんブーチャは有名になったんだけど、市内の被害状況が一番多い地区かって言ったら、そういうことではなくて、さっきのボグダニフカ、動画の中ではあったけど、ボグダニフカっていう動画もそうだし、ボロジャンカっていうところも、もっと被害状況が大きいし、だいぶ前の動画で出てきたんだけど、だから、残酷な殺され方をした人が多かったのは確かにブチャです。で、そこで有名になった、報道で有名になった街ではあるんだけども、街中のこの被害状況、建物の被害状況だけで言うと、そんなにめちゃくちゃ、被害を受けた感じではない。それと、この中心の通りの中に装甲車だったりとか、死体だったりとかいろいろあったんだけど、それは割と1ヶ月間、で綺麗になったので、1ヶ月半で3月の半ばぐらいから、この、4月、5月の初めぐらいにはもう割と綺麗になってたから、今こうやって見ると、もちろん銃撃の跡とか割れた窓ガラスとかあるんだけど、ボロジャンカとかボグダニフカと比べるとそこまで見た目、パッと見のこの、なんていうのかな、ひどさっていうのはそんなにない感じです。どちらかというと人々が殺されたっていう、残酷な殺され方をした街っていう感じです。これね、戦争3ヶ月のインタビューの時に答えてくれた女性ね。ちなみに彼女、ジャコユって言ってるでしょ。ジャコユっていうのはスパシーバ、ありがとうっていう意味なんだけど、ウクライナ語何回も言うけど、スパシービっていう言葉とスパシーバで、これは要するにロシア寄りになった時にスパシービっていう言葉ができたんだけど、本来のウクライナ語はありがとうはジャコユね。だからこの女性はすごく綺麗なウクライナ語を使ってる。本当にもらってもいいのって彼女は確認してる。彼女もジャコユ、すごく嬉しそうにしてロシア軍とね、コミュニケーションしたときに、この町を出て行った方がいいのか、残ってもいいのかっていうことを彼女はロシア軍に確認したら、いやもうこれからありえないぐらいのひどいことが起きるから出て行けっていうふうに言われたそう。で、実際にこのエリアでは、殺され、射殺された人、殴り殺された人、レイプされた人、そしてレイプされて殺された人が非常に多くいたエリア、
だったのね。だから本当にひどい場所だと。今じゃ分かんないけどね、これ見ただけじゃ綺麗になってるから。本当にありがとうございます。泣いてるから。中に持っていきましょうかって言ったら、いや自分で持っていくと、私は家の中から出てこのベンチに座って人を見るのが最近の心の一つの憩いになってるっていう風に言ってて、だからもう彼女なんかはまだこの後遺症、戦争の後遺症が残ってて、まだ精神的に、なんていうのかな、辛い、辛いっていうか、要するにこの、まだ感情がある辛さの状況にいる感じ。誰かが来るときに、ロシア軍が、なんていうのかな、攻撃するんじゃないかっていう、まだ感覚を彼女は持ってて、で、こうやって知り合いが、彼女は、このコーディネーターの女性のことを知ってるんだけど、でもそれでもやっぱりこうやって、トラウマになってて、すごく怖い感情になるみたい。声だけ聞いたら何かすごく知り合いの声がするから、あなたは経由だったのねって。だからね、みんな警戒してるので、知らない人が来ると誰も開けないし受け取らないしみたいな感じで、だから僕らもこの女性経由でいろんな人を紹介してもらって、ほら、村だからね、言ってもちっちゃい町だから、みんなお互い知り合いなのね。Ну и люди, она отвечает, это не мне спасибо, это ребятам спасибо. あと、彼女も私に対して、コーディネーターの女性に対してみんなありがとうって言うんだけど、私にじゃなくて、彼らたち、日本の皆様にありがとうって言ってくれ、ありがとうだね、みたいな感じで言ってて、日本からの支援、っていうことを強調してるというか、そういう感じで伝えてます。А улица называется Яблонска, это Ринго。あと、この通りの名前がヤブランスカって言われてて、ヤブランスカっていうのは、リンゴ通り。結構ね、こう地方に行くと、そういう可愛いフレーズの、通り名があって、リンゴ通りとかね。あと、チェリー通りとかいろいろある。номер 284, это представьте, сколько еще домов есть. で、番号が284番目だから、どれだけ、その通りに多くの建物があるかっていうのがよくわかるよね。だから家族もすごく多いし、その家族の中でのメンバーもすごく多いから、どれだけ多くの人がこのエリアに通りに住んでるかっていうのがよくわかる。どでとこ。どんなしゃ、ブリガード。僕らのチームね。Фотография с поездки, чтобы еще раз напомнить. まあ記念撮影した後でね、どういう人たちに配ったのかっていうのをお伝えできればなっていう形で、こういう形でしてます。で、こういうね、僕らがボランティア活動してるところの写真とかも、今度日本でやる写真展の中でピックアップして、いろんなその写真を皆さんに見ていただけたらなというふうに思ってます。だから動画の中で紹介しきれなかったものだったりとか、特に印象に残った写真だったりとか、まだ見せてない写真がいっぱいあるんですね。その中から特別なものをセレクトして、僕らのそのボランティア活動の様子だったりとか、そこで出会った人たちだったりとか、そこで見た光景だったりとか、僕らの頭の中で特別こう感じた見たことをまとめて
紹介、その展示会で特別な形で紹介したいなっていう。で、例えばその中で、この動画の中では説明できなかったようななんかストーリーとかも、少し入れてやれればなというふうに思います。ブチャはこれで終わり？だ。うん。ブチャはこんな感じで終わりたいなと思います。やっぱり、それぞれのね、街なんかに、行くと、それぞれの状況が全然違ってて、ブーちゃんの人はやっぱりこの動画でもわかるんだけど、あんまり喋りたがらない。それやっぱり残酷なものを見てきたし、すごく大きなストレスを抱えてるっていう風に感じた動画でした。Да, везде очень тяжело. Люди говорят, там из 100 человек, которым помогаешь, может там 1-2 что-то скажут. Ну, это же все пропустить через себя. Очень тяжело еще раз вспоминать эти ужасные. どの町もそうなんだけど、ブーチャだけじゃなくて、100人の人に支援を配ったら、そのうちの1人2人が何か少し喋るぐらい、のような状況みたい。だから自分を通す、その感情を通すと、やっぱりそれぐらいの気分になる。それが現実です。だから、なかなかやっぱり大変なんだけど、その中でも喋ってくれた人たちの気持ちを少しでも皆さんにお伝えできればなということで、こういう動画にしました。では、ありがとうございます。スラワ・ウクライニ。スラワ・ウクライニ。ギロイム・スラワ。ギロイム・スラワ。バイバイ。